己物件住みます芸人松原谷史です。自己物件に住んでたらですね、いろんな曰く付きのアイテムが集まってくるんですよ。今日はそんな曰く付きグッズを紹介したいと思います。一つ目はこちら、ドン。なんかよくわからんアフリカか南米の人形。こちらがですね、知り合いの谷史ファンの小学生がいましてですね、でこの小学生が家にあるなんかよくわからん人形が勝手に歩くって言い出しましてですね、ぜひとも谷史にあげたいということで僕がもらい受けることになりました。勝手にカタ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 と歩き出すらしいんですよ。谷史好きの少年たちがですね、谷史の似顔絵を描いてくれまして、彼らにはこのように僕の姿が見えてるそうです。続きましてはこちら、よいしょ、ドン。加護志麻子。この彼女はですね、鹿児島県の、とあるお土産物屋さんで DNA 池上くんという僕の芸人仲間が買ってきたんですけれども、なんかね、お土産屋さんの奥の方にずっと30年間売れずになんか残ってた人形らしいんですけれども、これを池上くんが買いましてですね、それでイベントでこの鹿児島のお土産でこんな買ってきました、欲しい人って言って、手を挙げたお客さんにあげたと。するとですね、それを持って帰ったお客さんが、その家で子供がこの人形を見た時にもう怖すぎて泣くと。どうやら子供にはすごい怖く見えるそうなんですね。あとこれも今もそうなんですけど、めちゃくちゃ臭いです。言葉悪いですけども、脇がの匂いです。で、ただその匂いが強すぎてもはや鉛筆の芯の匂いがするっていうね、そんな鹿児島子さんでございます。なのでちょっとまた封印させていただきます、ごめんね。さあ続きましていきましょう。続きましてはこちら、いや、おだ、はい、でかいこけし。これはですね、別に何の曰くもないんですけれども、僕の親父とおふくろさんが結婚した時に、親戚から送られてきた祝いのこけしらしいです。本当にただそれだけなんですけれども、はい、こけしです。続きましていきましょう。イギリスのろうそく立て。このね、ろうそく立てなんですけど、知り合いのブッチョ柏木君というね、人がいるんですけれども、彼の知り合いが、それこそイギリスの骨董品屋さんかなんかで買ってきたそうなんですけれども、いるかな？こっち側が特にそうなんですけど、もうちょっと消えかかってるんですけど、血がついてたそうなんですね。なので、その骨董品屋さんから説明を受けた話では、殺人事件の道具として使われたと。ろうそく台で頭を殴って殺人事件が行われたと、言われているろうそく台でございます。はい、なぜか僕の家になります。続きましてこちら行きましょう。ドン。ロシアの軍隊の水筒ポーチ。拷問器具収集家のヌガザカさんという方が僕に譲ってくれたんですけれども、この水筒ポーチがなんか急に重たくなる時があるそうなんです。それは何かは分からないんですけど、なんか持ってたら急にズボンって重たくなると聞きましたね。あとこの水筒ポーチを持っている状態で眠ると枕元にロシアの兵隊さんが立つことがあるそうです。まだ僕の元にはロシアの兵隊さん立ってないので、いつか来てくれたらいいなと思っております。続きましてドン。樹海で拾ったヘルメット。こちらはですね、村田ラムさんという樹海とかホームレスとかゴミ屋敷とかを取材するライターさんがいるんですけれども、この村田ラムさんについて行って青木ヶ原ですね、富士の樹海に探索に行かせてもらうことがあったんですが、そこで拾いました。このすごいね、これ心霊スポット行くときとかすごい役立つんですよ。こうつけてると急に枝とか出てきたりするんで、パーンってこう弾いてくれます。あと洞窟とか入った時もね、天井低いですからコーンって当たったりするんですけど、この樹海のヘルメットが守ってくれております。じゃあ続きましていきましょうかね。おそらく首吊り用のロープ。これはね、僕番組で心霊スポット行くことあるんですけれども、関東だったかな、関東のとある心霊スポットに、このロープが落ちておりましてですね、見た感じ綺麗ですよね。なのでおそらくですけど、そこで首を吊ろうとしていた人がやっぱりやめようと思って諦めて、そのまま放置されたロープじゃないかなと。で、そのままね、置いてたら、もしこのロープを拾って今度は僕がみたいな感じでね、首を吊る人がいてはいけないななんてことを思いつつ持って帰ってきましたので、はい、すごい頑丈なロープです。で、じゃあ最後いきましょうか。こちらでございます。あ、もうね、
ドン遺骨こちらですね、知り合いの女性がですね、お父さんが孤独死したということで、清掃作業、まあ、いわゆる特殊清掃のような感じですね、片付けに行ったんですけど、現場行くとちょっと衝撃の事実が発覚しまして、お父さんの寝ていた布団の周りがエロ本だらけだったんですね。エロ本に敷き詰められながらこのお父さん寝てたということで、その日の晩に僕一泊させてもらったんですよ、このお父さんの寝室で。その時にエロ本まみれの布団の上で娘さんのね、小さい頃の写真をこう何枚か見ながら、お父さん大好きなねお酒なんかを一緒に飲みながら、お父さん、娘さんがとっても大好きだったんですね、こんなにたくさん写真も残しててすごい可愛い娘さんだったんですね。でもそんな娘さんにエロ本まみれになった布団の部屋見られてどんな気分ですかって話しかけたんですよ。そしたら台所からカーンって音が鳴りまして、これ以上言うなみたいな感じでね、まあ、それ以来の中でございまして、まあ、この遺骨はですね、その娘さんから、あのよかったらうちのお父さんを旅に連れて行ってあげてくださいということでお預かりしてる形でありまして、お父さん、まあ、関東の方なんで大阪行くことはあんまりなかったそうなんで、夜行バスでちゃんと足元にお父さんを置いて、でさすがにお父さんの上に足乗せるわけにはいかないんで、もうちょっと股で挟んでね、こう挟んで、東京から夜行バスで大阪まで一緒に来まして、まあ、この部屋に今いらっしゃるということなんで、まあ、いずれこの YouTube でも遺骨と一緒に、旅をするみたいなね企画ができればなと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしてください。ということで以上、松原大臣事故物件に集まる疑惑付きアイテム紹介でした。アイテムプラス1人、はい、チャンネル登録とグッドボタン、皆さんよろしくお願いします。押してください。二見書房より知る旅という本も発売中です。よろしくお願いします。お父さんも何か言ってあげてください。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録、いいねボタン。